はい、最初のエクササイズは、ペアで行うエクササイズになります。お互いに向かい合うような形になって、1人が、ボールをまず相手の胸に向かって投げる。でもう1つのボールを、今度下から投げます。それを交互に行います。これを行うことによって、まずはその相手のところに正確にボールを投げるということ、あとは相手からのボールを、軌道を予測してしっかりとキャッチするということ、この2つのことを同時に行います。こんな感じです。